質問です。先生は以前犬を飼いたいとおっしゃっていましたが、マイクロチップによる眼科の可能性などの弊害に関してはどうお考えでしょうか。また新規に犬を家族へ迎え入れる際にマイクロチップ装着を避けたい場合は、知人から譲り受ける以外で何か方法はあるのでしょうか。後半については最新情報を知らんのであんまうまく言えんけど、前半は眼科がどこまであるかどうかっていうのはちょっとデータがないんで知らんけども、まあ多分それなりにあるだろうし、眼科以外にもいろんな弊害が起こりうると思うので当然よろしくないと思います。これは人間だろうが何だろうが一緒で、人間の前の前段階としてマイクロチップをねペットに入れるっていう、当然ペットの責任っていう建前で嘘をついとるということになるわけなんですけど、そういうことやってますから当然ながら反対でございます。体内に埋め込む必要ないじゃん。もしね、仮にね、どうしてもさ、もう一般人ってそんなね、マイクロチップがどうとかどうでもいいと思うし、それでね、でもまあ捨てられたりとかさ、放置されたりとかさ、っていう風なのちょっとでも防ぐっていう意味で、ID とかつけたいっていうんやったら別に体内に埋め込む必要ないもんね。体外でもなんとかなるじゃんみたいな。最近首輪って犬にしないのかもしれないけど、僕らがね、子供の頃の時代は普通にみんな首輪してたね、犬とかね、してたと思いますけど、その首輪にチップ入れといたら、体内入れるよりマシじゃんみたいな。もちろんそれもやらない方がベターなんじゃないかとは思いますよ。ペットを飼うっていう倫理から考えたら。今の人間たちそんなことろくにやらんわけだから、そこで言うんだったら、今言ったような妥協案とかもありなんじゃないかなというふうに思うんですが、そういうことはやっぱりやっちゃいけないみたいなね。ところがあるんだろうなと思うんですよね。でね、どんどん法制化してるっていう現実がありますので、マイクロチップの装着っていうのに関しては、今後はね、避けることは完全にできなくなっていくかもしれません。ただ今は、ちょっと前に獣医さんに聞いた時は、抜け道がいくつかあるっていうふうなのは言ってましたから、まあ、その辺はもしね、ペット飼いたいと思ってるんだったら、いろいろと検討して聞いてもらえればいいんじゃないかなっていうふうに思います。